青山に来てます、都会です。今日はですね、いろいろ次のお仕事もあるので、この長い髪バッサリといっちゃおうかと思います。こちら次来ましたよ。入ってみたいと思います。今日は、はい、がっつりイメチェン、がっつりイメチェンこれは役柄のため、はい、次の作品で、はい、まあ、ちょっとアクションもたまにあったりして、うん、でも真面目でこう突っ走るみたいな直線の人、結構、はい、そういう感じの女性。色気も、色気とかはあまりもうなんか自分ではもう全然気づかえなくて、寝癖で来ても、寝癖できちゃうみたいな、うん、あ、なるほど、OK、わかりました、はい、ちょっとストイックな、はい、ストイックな感じで、はいはい、わかりました。もイメチェンでガラッと可愛く、そうだね、可愛くいきましょう可愛くお願いします、はい、OK です、はい、じゃあ今日始めます。はい、お願いします。やってみますか。やってみます、はい、やってみましょうか大丈夫ですか。私がサイドはね、多分今日はここかな、これのこれですね、ここ、はい、よし、手切らないでくださいね、ね、まず、はい、私、はい、こうか、こう、こうでしたっけ。そう、あのね、この指、この指にこう、この指に入れるの、穴に、親指とこの指、親指とこの指、そう、こうか、うん、いけますか。お、思いっきり切りそうだね。これにしとこう、これぐらいにして、ここ行きましょう。はい、ここでこう、じゃ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 、あ、自分の髪切るの初めて手切らないで、はい、いきます。いや、チョキン、そう、おー、切った、すごい、おめでとうございます。ありがとうございます。いや、ハサミと手の関係見てドキドキしちゃったね、うん、もうちょっと切った感が ね、もう終わっちゃったぐらいの、中に短くしていただいたから、うん、あまりカメラ前はほとんど出てなくて、確かに、本当にそう、あの時はこんなボブどころかショートでしたからね、か、後ろ軽くもう刈り上がってた、軽く刈り上がってた本当に、いや、あれは思い出のショートです、うん、そしてすごい楽だし可愛かった、うん、めちゃくちゃ可愛かった、うん、今まではちょっと軽くパーマも当ててたから、うん、まあ、割とそのままザーって乾かして空気入れてって感じだったけど、うんうん、これからは割とまあブローをする、そう、ブローってか、そうですね、ちょっとこう櫛を使って乾かして、うん、そうそうそう、くるくるドライヤー派ですか、それともブラシとドライヤー派。今家にあるのはブラシとドライヤーだけど、くるくるがあった方がいいなら購入検討します。簡単ですね、私もボブにした時に分かったんだけど、やっぱり正直特に今時のくるくるはブラシが大きく選べるから、割と電板ブラシみたいに大きいやつがあって、それでグーってやると割とすぐボブはやりやすいです。あとは大きい丸いブラシ、あ、うん、確かに、そしたらくるくるドライヤーの方が楽そう、そうなの。着る洋服もガラッと変わりますよね、なんかイメージが。イメージが全然、着た同じもの着ても全然違うと思う。今日これ剥いだら、確かに、そろそろ取ったら、うんうん、もうすでに全然違う。でもいい季節にやったと思う。冬場は襟足がこうやって短くなるだけで、洋服が全部おしゃれに見えます。なんか切るよ、なんか首詰まってても、ね、そう、スッキリしますよね。
ツンというよりは短いのはちょっとあるけど、うんうん、横にも流せたり、うんうん、ふわっとなんかこうごまかせたりするようにしましょう、ね、はい。言うて35なんで言うて35大人っぽさというよりはでもなんか子供っぽくならない、そうだね、付き合いの可愛いけど綺麗だけど、うん、すごい、これぐらいのことなんだと思う。なんか分厚すぎるのもかっこよすぎるし、で今度短すぎるとそうだし、自分でも扱えて、まあ、一回これで乾かしてみますね、はい、これぐらいの方が女性らしさは少し残るし、もう一つ言うなら自分で切っちゃったっていうぐらいの量感なんですよ、これぐらいは。ないですか、うんうん、ちょっとお顔の気を取ったらいいですね。めちゃくちゃ可愛いと思います私。すごい今すっきり展開としては、うん、でこういう感じですよね、はい、ね、ちょうどこれぐらいにしておいて、はい、もうセットしやすいと思う、うんうん、いい感じに本当パーマが、うん、いいところにね、このパーマ生かしの時はくるくるドライヤーじゃなくても大丈夫、全然大丈夫、もうこれだったら正直ムズない、朝寝起きで多分このパーマがムラムラにストレートのところとパーマが出てくる、あの残ってるところとくしゃくしゃするんで、こうやってムースを朝一回毛先に全部つけるんですよ、そうするとニュートラルな状態になる、シャンプーあとドライ、タオルドライをした後ぐらいの感じの出てくるので、これをさばさ濡らしておいて、このままもうやりたくない時は自然放置して、やれる日があったらドライヤーでこうやってつけた後に自分で少しこうやってくるくるはい、甘くなった。やったー。どうでしょうか。どうでしょう。こんな感じになりました。いい。可愛いと思います。可愛い。新鮮。後ろも。あ、後ろもじゃあ、はい。これをこう。するとか、そうですね、はい、こんな感じで、はい、後ろもこうやって今日はちょっとフリップしてみましたけど、いろんな伸ばしたりしたら、そう伸ばしたりしたり、こうくしゃくしゃくしゃっと私なんて一足先に春が来た感じが、あ、もうまさにですね、ちょっとこう爽やかな感じ、こんな感じで、はい、こんな感じで、あ、可愛いと思います、OK、ありがとうございます